エリアス・エインズワース役の竹内涼太です。エリアスさんはですね、瀬と一緒に生活をして、シーズン1を経てですね、シーズン2はカレッジ編に進むということで、学園のさまざまなキャラクターたちとですね、出会い変化していくと思うんですけれども、その中でもエリアスさんの特徴的なところは、なかなかその感情の機微というものがですね、乏しく、その中で生まれてくるその言葉遣いであったりとか、本当に少しずつではあるんですけれども、この感情の変化が伴って、声の抑揚だったりとか、アニメーションであればそのエリアスの顔の目の表情であったりとか、そういうところが少しずつ変化していく、ので、そこの部分をですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。アフレコ中はですね、実はシーズン2は本当に様々なキャラクターが、出てまいりまして、いろんな人物たちと絡むんですけども、その中でもシーズン1から出てきたいわゆるそのルツやシルキーたちと一緒にお芝居をするときはですね、少しホッとしたりとか、あ、また新たな視点で、なんかエリアスを演じることができてとても楽しいなと感じております。そんなシーズン2、5年ぶりということで、本当に僕も楽しみにしていた作品ではありますので、ぜひ一緒に楽しんでいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。